はい、どうもこんばんは、時の彩りです。まあ、今回の動画はですね、あんまりこう説明というか解説するところが特にはないです。まあ見たまんまというか、まあどこでね、まあこの実写のグラスが絵に変わるのかとか、まあボトルがですね、ワインボトルが絵に変わるのかっていうところが、まあこのスピードで流すとすごい見やすい動画になってますので、特に書き方とかなんていうのはね、あんまりないんですよね。ただ普段は、まあ、僕が絵を描くときは、まあ、一切何もこうお手本とか見ずに頭の中で想像したものを描くようにしてるんですけれども、まあ、これだけはね、ちょっとこう同じ大きさで同じような感じで描きたかったので、まあ僕のこの絵の世界観に似せた感じで、ボトルとかを見ながら描いてます。この作品だけですね、ちょっと唯一、ワインボトルを見ながらですね、描くような形になってます。まあこれはね、人それぞれ絵に対しての考え方っていうのがあって、まあ僕の場合はその世界観の自分の世界をそのまま忠実に描きたいっていうのがあるんで、その中に出てくるこういう、まあ、ものだとかっていうのを見て描いてしまうと、こう少しね、ズレが出てくるんですよね。自分の中にある世界と実際の絵の違いが出てきてしまうんで、まあ僕の場合は、まあ見ないっていうのはね、まあちょっとこだわってやってるところではあるんですけど、まあ何が正解っていうのはないんでね、見てしっかり上手に描くことはいいことだと思います。まあね、今回もですね、特にこう解説することっていうのはないんですけど、まあ、この解説動画の最後に元のスピードのストップモーション動画を流して終わりっていう形にしたいと思います。まあどうなんでしょうね。なんかあんまりこの最近ずっとこういう風な形でいろいろ喋ってるんですけど、まあ果たしてこれ需要があるのかどうかっていうのを最近まあ疑問に思いつつ、まあでもまあ僕が自分で飽きるまではね、この携帯でやっていこうかなと思ってますので、まあ見てもいいよっていう方はね、これからもよろしくお願いします。なんかね、難しいんですよね。なんか絵描きが喋るのがどうなのかな、いいことなのかなとか、いろんなことを考えて、まああれこれやってみて、ダメな時はまた違うやり方にするかもしれませんけど、まあね、どうなんやろう、これが果たして続くのかどうかというか、続けてていいのかなとかね、いろいろ考えますけどね。まあ飽きるまでは見てやってください。で、ね、もちろんチャンネル登録してない方はしてもらえると本当にありがたいですし、ツイッターとかもやってますので、そちらの方のフォローもお願いします。それでは今日一日お疲れ様でした。じゃあおやすみなさい。